さあやってまいりました、大丈夫だよの時間でございます。本日11月29日日曜日の夜でございます。さあ平山茂でございます。皆さんこんばんは。いやー GoTo のおかげでしょうか、高速道路には車が溢れております。私ただいま東名高速を名古屋から東京に向けて走っておるところなんですが、どこですかここは。ここはもうでももう神奈川ですね。神奈川には入りましたが、まあこっから渋滞ということでね。渋滞か。まあまあまあこの辺はね想定内なんで、全然トイレも行ったし大丈夫だよ。大丈夫。もう緊急用にね、僕はあの空のペットボトルを積んでますからね。何があるかわからない、何があるかわからないですからね。いや本当に、まあただいざが必要になった時にできるのかっていうのはありますけど、一応空のペットボトル積んでますけどね。さあ皆さん週末ですね。週末終わりますね。終わりましたね。日曜日の夜でございます。いや皆さん楽しい週末過ごしたんですか。いい思い出作りましたか。日曜日終わりということで、明日からねまた仕事という方いらっしゃると思います。まあ私も含めて明日からねまた仕事なんですけれども、休みのように楽しもうじゃないかと。仕事の日もね、学校の日も毎日をね楽しく行きましょうという提案でございますね、これはね。楽しく行こうよと。まあ大丈夫だから、大丈夫ですよ。ちゃんと届いてますか、あなたの心に。まずは耳ですね。まずは耳に届いてますか、私の大丈夫。大丈夫だからね。大丈夫だよ。大丈夫。あなたが楽しくなったらもう全てが楽しいんだから、私ね名古屋帰ってたんですけれども、ちょっと散歩してたんですよ。早く帰りすぎたんで、家の近くにある大高緑地公園ね、まあ、よかったらねこの後ちょっとご覧ください。まあ明日もね本当に頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。僕も頑張りますから、あなたも一緒に頑張りましょう。本当にね、ちょっと明日の天気も知らないし、明日の気温も知らないけれども、明日たとえめちゃくちゃ寒かろうとね、めちゃくちゃ雨が降ろうと、明日一日楽しみましょう。月曜日を、月曜日は大事ですよ。大事ってどういう大事かちょっと分かんないんですけど、大事です、大事です。月曜日は大事です。月曜日をこうやりきるっていう、週の始めとかね、仕事始めの、あなたにとっての週始めの仕事の一発目っていうのはね大事ですから、いかにこうキュッとね自分自身でこうスイッチを入れて空元気で無理くりどう頑張って乗り切るかっていうのね大事ですから、それをねどう乗り切るかっていうのを楽しんでほしいですね、自分自身でね。まあ長々と喋ってますけど全部カットですねこれは。もうさあ、明日また会いましょうね。明日は月曜日の夜になりますからね、ではまた明日会いましょう。平山茂でございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。本当にお願いいたします。それではおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。朝7時ですね。いやね、よくここで、ね、釣りしたんですよ。
子はね、保育園の時とかも遠足に来たりとかしてね。いや、アスレチックもできてますね。なんかすごい、すごいなんか大きい滑り台がありますけども、まああれはね、なんかあるっていうのは知ってたんですけど、ちょっと初めて見ましたね。せっかくなんで滑ってみましょうかね。この滑り台は6歳から12歳用ですって書いてありますね。いやー、しょうがないな。じゃあやめよう。滑りたかったけど。いやでも天気いいですね。いやー、なかなか。この大高緑地公園で多分ですけど一番標高が高い部分に登ってきました。さっきの滑り台のところからまた上に上がってこれるんですけど、猫がいますね。三毛猫だ。三毛猫、三毛猫好きだな。三毛猫かわいいね。かわいいかわいい。いや嬉しいな、なんか懐かしいし久しぶりだし、なんか走ってますね。一人で大高緑地公園に来るのは多分人生で初ですね。なんかいいな。いやしかし広いですね。そう、バーベキュー場もあるんですよ。バーベキュー場も、バーベキューもやったな。でボート、池があるからね、あのボートもあるし。ここは本当ね、小学校の1年から6年まで毎年持久走大会っていうのがあって、僕ね昔足速かったんですよね、小学校低学年の頃。小1小2ぐらいまではその学年の中で2位とか、小3ぐらいからちょっと太り始めまして、そっから一気に順位が落ちて、そっからあんまり記憶はないんですが、もう途中棄権とかするぐらい走れなくて挫折しましたね。まあ原因は親の離婚なんですかね。まあ何とも思ってませんが、小2でね離婚して親父が家を出てって、小3ですよね、小3でこう母親と兄貴と僕の3人になって引っ越して、でそこでまあ僕、母はね僕らを飯食わせないといけないから働きに出てるから、小学校終わって僕は家に帰るわけですよ、鍵っ子でね。そうするとこうばあちゃんが毎日来るようになるわけですね。そう、おばあちゃんがね。でおばあちゃんと別に何かするわけじゃないですか、おばあちゃんはただまあ見守るという体でうちに来て、ずっとなんかテレビとか見てるんですけど、こう来るうちにね、だんだん毎日お菓子を買ってくるようになるんですね。で定番のお菓子っていうのがこのカルビーのポテトチップスコンソメ味、これとブルーベリーガム、ロッテブルーベリーガム、あとあれですね、黒糖の菓子パン、この3つはもう本当にもう鉄板で買ってきてくれまして、まあ毎日食べるわけですよ、美味しいから晩飯前にね。そしたらもうブク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 太っていくわけですね。まあ、それが全ての原因ですね。この持久走で私がどんどん毎年順位が落ちてって、もういずれは棄権をするようになるという、そんな思い出の大高緑地公園です。さあというわけで朝の大高緑地公園散歩、終了しました。
今7時30分ですね。あ、もうちょうど30分ぐらいのお散歩だったんですね。ほんとちょうどよかった、ちょっと今から帰って、荷物をね一旦家の中に積み込んで、どうしようかな。おはようございます。家帰って荷物を搬入ですね、搬入してちょっと母ちゃんに挨拶して、ちょっとコーヒーでも飲みたいところですね。ということで行きますか。なんかトリップしますね。なんかトリップ、違うな、タイムスリップ、なんか本当小学校のみんなに会いたくなるね、あの頃のみんなに。なんつってね、よし帰ろう。